サロマ町ふれあいバス。サロマ町ふれあいバスとは、北海道オホーツク総合振興局管内の、ところ群サロマ町が運営する、スクールバス、町内路線及びコミュニティバス、町外路線である。サロマ町ふれあいバス運行開始まで、廃止代替バスとして運行されていた、サロマ町 A バスなど、民間事業者を含むサロマ町におけるバス路線の概要についても当記事で述べる。 1948年、昭和23年4月から1956年、昭和31年9月まで、現在の若狭地域は若狭村として、サロマ村、町とは別であったが、ここでは一括して記述する。戦前は、現在の北海道北見バスエンガル営業所の前身となるエンガル乗り合い自動車講師会社、さらなる前身会社である。 生田原自動車講師会社及び東助自動車講師会社によってサロマエンガル、暗黒、サロマところなどが運行された。その後の北海道における旅客自動車運輸事業統合要項、いわゆる戦時統合による北見の利合い自動車株式会社、現在の北海道北見バスへの統合後は1943年、昭和8年5月28日にサロマ営業所が設置されたが、 物資不足などの影響によって、エンガルトところへ、過労じて運行できた状況であった。戦後、各種統制が解除されるにつれて、路線拡大の機運が高まり、運行が継続されていた、北見バス園左線、サロマエンガルと、スケツネ線、サロマところに加え、と、運行網の充実を見た。しかし、1960年、 昭和35年頃から過疎化やモータリゼーション化が始まっており、町内路線でも乗客数が減少していった。サロマ湖観光船は観光客の団体観光やレンタカー観光への転換等の線を受けて、わずかにシーズンの運航で廃止されたほか、スケツネ船は並行する有毛船に仮乗工場がいくつか設置されたことも、 あって、安価な鉄道に乗客が流れた影響を受けて1967年、昭和42年5月17日に、旅館引く浜、サロマ館が廃止され、北見巡管線も消滅している。北見バスでは生活交通路線を多く抱え、運行全エリアで、半ば一方的に過疎路線の統合や廃止に踏み切り、典型的な過疎路線であった、若狭線は1966年、 昭和41年12月14日に、栃木線は1968年、昭和43年3月23日に廃止された。助ケツ線の浜サロマ所間は1971年、昭和46年10月10日に、廃止さところ町 A バス、現、北見市 A バスに外退されたが、ところ町内の北見バス栄浦線、ところ栄浦が1974年、 昭和49年4月10日に廃止となり、同日より、栄浦線の代替も兼ねて、運行経路を変更しため、サロマ町には乗り入れなくなっている。町では1965年、昭和40年より、順次中学校の統合が行われた。若里、と、地雷、人しそ地域の生徒が、サロマ中学校を通学の足とするのは、有毛線であったが、地雷、 人思想方面からと若里方面からではサロマ、到着時刻に差があり、始業時刻の調整が必要となっていた。これを解消すべく、列車時刻の調整を国鉄に陳情したが、他市長との兼ね合いや、列車の接続等があるため、市町の通学のために調整されることはなかった。町では、若里方面からの列車到着時刻に合わせて、始業時間の繰り下げを行ったが、今度は、 放課後の掃除当番や部活動に支障が出ることとなった。次は、福部支線を若里へ延長させるため北見バスに陳情したが、不採算路線の整理を進めている最中でもあった。ことから、採算が取れる見込みがないということで断られた。PTA や地域住民からは、スクールバス運行の強い要望が出されるに至り、町では地域住民の足確保という面からも検討を重ね、 長 A バスの運行を決断した。新規の路線であるため一般乗り合い旅客自動車、運送事業での申請となり、かつて若助に乗り入れていた優別長 A バスの例を参考に申請を行ったが、審査が厳しく何度も却下された。その都度手直しを重ねて、ようやく認可され、サロマ長 A バスが誕生。九月十四日より、若里線、サロマ中学校高校北海館若里、 小学校浴衣駅とかろち浜から、ふぶし浜の運行が開始された。初年度は、当初の予想通り150万円の赤字となり、これをいかに埋めていくかが課題となった。そこで、ふぶし線を長江バスで運行すべく北見バスに、路線廃止を求めることとなった。北見バスは、当初難色を示したものの、1971年、昭和46年6月21日に、 ふぶし線を廃止。同時に、長江バスが引き継ぎ、サロマ若さとふぶしサロマの循環線に変更した。1977年、昭和52年4月1日より、ふぶし線を、浜サロマ駅前まで延長の上で、浜、サロマ線、サロマ北海間ふぶし浜なにはろ岩から、浜サロマ都市両線循環線を廃止。1978年、 昭和53年8月18日より、若里線は、山和地域へ延長。サロマ北海間山和若里湯河谷ふぶし浜。北見バスの町関連路線は、東助線とサロマ線の二路線となり、ふぶし線廃止からちょうど2年後の1973年、昭和48年6月21日に、サロマ営業所を廃止した。1987年、昭和62年には、 国鉄有毛線が廃止され、網走バ,バスによるバス代行が開始された。町においては、サロマを中心とした運行系統も設定され、運行便数も増えるなど利便性は向上。多くの区間で重複する若里線は代行バス運行開始と同時に廃止した。代行バスは、浜サロマから、ホロイは、フブシを経由する直行便が設定され、この区間で、浜、 サロマ線と重複したが、路線短縮などは行われいない。また、乗客減少などにより、赤字が拡大し一般会計からの持ち出しが増えていた。ことなどから、若さと線廃止を機に、利益追求が求められる、一般乗り合い旅客自動車運送事業での運営を、廃止、いわゆる80乗バスでの運営に切り替えられた。同一車間での引き継ぎというあまり類を見ない形態で、移行が行われ、 新たな町営バス事業が開始された。利用者側からは、バスのナンバープレートの色が事業用の青色から、自家用の白色に変わった程度の変化である。町では2006年、平成18年より小学校の統合を行い、並行となった地域には、スクールバスを運行する。一方で町に乗り入れる、民間事業者には、路線維持のための経費負担を行っている。 スクールバスの多くは民間路線と重複し二重経費となるなど全体的に非効率的な面があることからこれらを改善すべく二千八年平成二十年にサロマ町触れ合いバス計画が発表された計画では民間町営の路線を全廃し新たに一般客も乗車できるスクールバスを運行するもので町内線六系統と北見市と遠軽町への 町外線を運行する予定である。民間事業者への経費負担は2009年度限りでの取り留めを表明しており、これを受けた、網走バ,バスと北海道北見バスは2010年、平成22年10月1日付で、有毛線バス代行、東助線、サロマ線の廃止を表明。計画の通りに、民間、町営のバス路線は廃止され、同日より、ふれあいバスの運行を開始した。 町民の利便性を目的にしたものであるが、町内線は日曜、町外線は加えて土曜日仕組みも運休となるため、公共交通機関を使って他市町村と行き来ができない日が発生する。これを防ぐ目的で国道333号を運行ルートとし、若さを通過する高速バス、イーグルライナー、シャリバス、北海道中央バスの停車依頼を町が行い、 一足早く2009年、平成21年10月1日より、サロマ町、若狭停留所が新設され、札幌市と結ばれている。運行業務を、サロマ総合管理共同組合に委託する。市街地や危険箇所などを除きフリー乗降制を採用。日曜、年末年始は、全便運休する。町内路線は、サロマ町ふれあいバスとして、運行開始後。 無料で利用可能となっている。町内はフリー乗降で利用できるが、町外は停留所以外での乗降はできない。各路線で運行曜日が決まっているほか、祝日と年末年始は運休となる。運賃は利用区間にかかわらず一乗車500円。ただし、網走線のサロマ町内ところ間は無料。小学生、障害者の運賃は半額ではなく200円となる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。